よし。アーケード版でヒットした ER カンフー。移植版、ファミコン版、ER カンフーをやってくぜ。1985年に発売したソフトだ。いわゆる対戦格闘ゲームのパイオニア的存在と呼ばれている。まあ、これを元にして、まあ、数々の対戦格闘ゲームが生まれたんだな。行くぜ。まずは、棒術使いの名前なんだっけ？ワン。下に名前が出てんな。まあ、前回 MSX 版の実況やったんだけども、そういう時には、垂直ジャンプキックは使えないって話したんだけど、ファミコン版ではこの垂直ジャンプキックが使える。このハメ技が強い。一回相手に下降中に垂直ジャンプキックを当てると、硬直してしまって何度も何度も垂直ジャンプキックを当てることができる。という技なんだ。お、体がちょっとだな、これ。下段。上段を、お、入った入った。行くぜ。どうした？タオちゃん。動けないのかい？まあ、皮膚のタオちゃんを撃破。次行こうか。サクッと行きましょう。チャラララチャンチャンチャーン。あ、この BGM を作曲した人は実は、後のグラディウスの作曲も手掛けることになる人なんだってね。まあ、そういうのをネットで情報を仕入れました。さて、この奮闘使いの、チン。あれ、失敗した。何やってんの？行くぜ！お、入った！死ねえ。暗いな。どうした？足上げて。脳震盪でも起こして、頭が麻痺しちゃったのかい？さあ、ボーナスステージだ。ゲットしていくぜ。ほら。はい。おっと！あー、なんで？なんでジャンプキックじゃダメなのか。四つか。お、なんか可愛い子ちゃん。チュンリーみたいなキャラが出てきたぞ。手裏剣投げだね。手裏剣投げるだけか。ちょっと遊んであげようか。ほら。こんなピンクの服着て可愛い感じだね。MSX 版とはまたグラフィックはちょっと違うね。華奢な感じでいいね。動きは素早いようだが、まだまだだな。所詮女の武術。なるほど。さて、ついに来たぜ、ごめん。さっきはランちゃんだね、名前。お、なに？いきなり飛んできて。こいつの名前はウーか。あ、いきなり入った。悪いけども、このままやらしてもらうよ。チャーハン族の野望はこれでしまいだ！ありがとうございました！よっしゃー！クリア！やったぜ。いいね。この、鐘を、ドラム鳴らすみたいな。で、またこう、色が変わって、2周目ステージ。に入っていく。まあ、全部は、結果的に、うん。あとはもうこれを、同じループを繰り返すだけなんで。しかも垂直ジャンプキックハメはね、ずっと続けられるので、こんな感じで。まあ、どこまでも行くことが可能。確か、バーチャルコンソールでも配信してるらしいのでね。まあ、格闘ゲームをそう一度プレイしてみるっていうのも、ありかな、と。まあ、そんな感じで、今回はここまで！ご視聴ありがとうございました！また見てくださいね。それではまたな！バイバイ！